鳥栖駅は佐賀県鳥栖市軽町にある九州旅客鉄道の駅である。九州鉄道開業時より現存する九州最古の駅の一つでもある。九州の交通欠節点の役割を果たしている鳥栖市の鉄道における中心駅であり、全列車が停車する。当駅の所属線である鹿児島本線と当駅を起点とする長崎本線の2路線が乗り入れている。 この他に、長崎本線非前山口駅から分岐する佐世保線、鹿児島本線久留米駅から分岐する久市大本線に直通する特急、普通列車も利用可能である。鹿児島本線の普通列車の運行上の拠点駅の一つでもあり、熊本方面から銀水駅以北へ乗り入れる普通列車の大半が当駅で折り返す。鹿児島本線には JB15、 長崎本線には JH01 の駅番号が設定されている。なお、優等列車を介しての熊本方面と長崎方面からの接続駅としての機能は、九州新幹線鹿児島ルートの開業により、鹿児島ルートと長崎本線が接続する新都市駅に移行し、東駅以南の鹿児島本線は全区間最高速度が時速 100km となっている。鹿児島本線は、 文字湖駅から東駅までが福岡近郊区間となっている。昭和戦前期の都栖駅1889年12月11日に九州鉄道が博多駅と千歳川仮停車場の間を開通させた際に合わせて開設された九州で最初の駅の一つである。1891年8月20日には現在の長崎本線となる路線が佐賀駅まで開通した。 1903年7月に、幕見による工事によって、都市駅舎が移転新築され、1911年の増改築を経て、21世紀初頭まで使用され続けている。1925年に、都市奏者場が開設され、昭和30年代には42万平方メートルの敷地面積に約700人の職員が働き、都市機関区には、 約50両の配置機関車がある九州の貨物輸送の一大拠点となった。この間、1945年8月11日には校内に空襲を受けたが駅舎は残った。1961年には鹿児島本線が電化されさらに発展することになった。しかし昭和40年代に入ると鉄道貨物は対長となり、1984年に トス操車者場は廃止となった。1990年以降は日本貨物鉄道のコンテナホームが開設されていた。隣の田代駅東側に一面一線150メートルほどのホームがあったが2006年に久留米駅の機能を統合しトス貨物ターミナル駅に改称した。1996年9月に駅東側に隣接してトススタジアムが開設された際に 駅の東西を横断する自由通路、虹の橋も開通した。2010年には、それまで自動車と歩行者とが入り乱れていた、駅前周辺の再整備が進み、歩道が整備されたり信号が設置されたりするなど、自動車、歩行者双方の安全性が向上した。改札口臨時改札口ホーム、駅舎側島式ホーム3面6線を持つ、地上駅。 ホームに接する本線の他に通過線もある。駅舎とホーム間はホーム両端に設けられた2本の地下通路でつながっている。駅舎は駅西側にのみある。1903年7月に完成した2代目のもので九州鉄道時代に建築された大規模駅舎である。ホームの屋根を支える鉄柱は明治時代に製造されたレールを利用し建築されている。ホームと 地下通路を昇降するエレベーターが設置されている。JR 九州の直営駅であり、緑の窓口、自動改札機が設置されている。駅自動放送が導入されている。駅舎内に中央圏のうどんコーナーとトランドール、トス駅店が設けられている。以下の乗り場表記は日中の基本的なパターンを示したもので、運用が複雑なことから朝晩を中心に例外が存在する。 1>, 1から2番乗り場、1から2番線、3から4番乗り場、4から5番線、5から6番乗り場、7から8番線かしわうどんかしわ中央県が、校内での駅弁の販売と、立ち食いうどん店の運営を行っており、駅ホームのうどん店と改札内外の売店で、駅弁が販売されている。小麦と呼ばれるシューマイと、かしわで知られる。主な駅弁は、カの通り。 当駅のうどん店は、駅構内にある立ち食いうどんとしては、九州で最も長い歴史を持つものであり、現在も、柏うどんで知られる。改札口横、1.2番ホーム、3.4番ホーム、5.6番ホームの、計4箇所に、店があるが、なぜか5.6番ホームにある店舗が、最もうまいという評判が昔からあり、わざわざ入場券を買って食べる人もいるという。なお、 校内の店舗により営業時間や取り扱う駅弁の種類が違う場合があるため注意が必要である。2019年度の1日平均乗車人員は7132人である。これは佐賀県内では佐賀駅に次いで第2位であり、JR 九州の駅としては2日、市駅に次いで第24位である。近年の推移は下表の通りである。 都市中心市街地の東側に位置している。都市役所は当駅の約1 2トル西側の国道34号沿いに位置する。前述の通り駅舎、改札は駅西側にしか設けられておらず、東西の行き来は駅ホーム北端をまたぐように設けられた自由通路、虹の橋を使用する。駅東側には国鉄230系蒸気機関車が生体保存されている。 かつて、都市役所に保存されていたものが移設された。都市駅前バス停から発車する西鉄バス、佐賀車両すべて駅西口の都市駅前バス停を発着する。都市駅周辺は鉄道で東西が分断されており、特に市中心部から離れた駅西側の活性化が検討されてきたが、2002年に都市駅西側と地区画整理事業計画を策定するも翌年に、 事業断念、さらには佐賀県が主体となって、駅周辺の連続立体交差事業の検討も行われたが2006年に白紙撤回されており、長年の懸案事項となっていた。こうした経緯を経て、2015年2月に行われた鳥栖市長選挙で、鳥栖駅の協定駅か、鳥栖駅東口の開設を公約に掲げた橋本康氏が当選、市役所内に 都市駅周辺整備推進本部を設置し、都市駅周辺まちづくり検討委員会を設けて、検討を行っている。委員会では、田代駅周辺を含めた連続立体交差、都市駅周辺のみの連続立体交差、都市駅の共状駅化と、道路湖線橋の設置、都市駅東口設置と、道路湖線橋の設置の4案を比較。 連続立体交差事業は430億から590億円程度の公費が見込まれ、効果を発揮するまで30年程度の時間がかかるとして否定し、また東口を設置する案も、駅を中心に新しい街の顔を作る戦略との整合性が弱いとした上で、都市駅の協定駅化と道路湖線橋の設置案を推薦した。この案では総工費は230億円程度で、 このうち122億円が県都市の負担となる。この強情化に伴い、築110年を経過した従来の駅舎は取り壊しとなる計画であったが、文化財としての価値を検討してきた都市文化財保護、審議会では文化財的な価値の高い駅舎であり、現地で保存するべきであるとする答申をまとめている。2017年10月、都市は、 京状駅化と新自由通路を建設する計画をもとに JR 九州と包括連携協定を提携。2018年11月28日、市は都市駅周辺整備事業の基本設計の概要を発表。ところが約124億円に上る総事業費の負担が大きいとして、同年12月3日の市議会全員協議会で撤回を表明した。 駅東側の市民らが、協情改札口を先行して新設するように求めた計画案を提出するが、2019年9月9日、橋本康市長は、市議会一般質問で、効果が限定的で難しいと述べ、採用しない考えを明らかにした。ありがとうございます。